始まりました。ザノイジーズ。お届けするのは私レスコと北山と。あきご挨拶です。よろ,すよろしくお願いします。すごいですね。ズーム今このなんか会話を録音しますみたいなことを出るようになったんですね。そうですね。なんか出るよになりました、ね。んか勝手に撮る人とかがやっぱりいるんですかね。 まあなんか知らないうちにレコーディングボタンをそれでよ聞いてないよとか,かあったんやちょっとねそういうのの苦情があったんですかねまあともかく、うん、あのいろんなことを語っているネットラジオなんですがいよいよストックがなくなったのでいろいろ巻きでいこうと <laughs> ただ中身はね短いけど濃い風にやりたいと <laughs> ふうですふうです <laughs> はい<え>今日は何からいきますかえっとまずいきましょうおいしい給食について語ろう小杉さんおすすめのドラマ ですよ、えーはい、いやーい市原ハ人長らく僕は見てなかったんですけどあれ私はもうこれね音声だけですけどんちゃんちゃんちゃ <laughs> <laughs> もうすごいですよ <laughs> あの効果歌う時のあいつがねあのねテレビ版十0話見たと思うんですけど、はい、劇場版もっと踊りますからね <laughs> あ劇場版はもう配信で見れるんですか劇場版は配信で見れないレンタルか まあお金払え、ね、あなるほどなるほど。ちょっとね、僕、劇場は見てないんで、ね。あのテレビ版であの、ね、すでにこうやって、うんちゃうんちゃと踊ってるじゃないですか。はい、もう全身で踊ってますから、うんちゃうんちゃうん まあね、ともかく、あの、この美味しい給食、僕らのこの今の会話だけでね、面白いと、アマゾンプライムでやってんやったら見てみようっていう方は、もうここでボタンをそう押ししていただいてですね、<laughs> えっと、早くアマプラの方に移動してくださいということをお勧めしたいです。ですね、はい、見てからまたこちらに戻ってきてください。見てからこっち戻っててください。ここからは、<laughs> そうですもう。もう僕らはもう、あれですよ、一 <laughs> のもう、こういうこ、はあーっていうね、あの、動きをどん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 ね、これからやっていきますんで、えー、ということで、もうみんな去ったなということで話したいんですけど、 これはねもう食物としてまだここのものが残されてたかっていうのもあるんですけど内容としてはほらいろんなやつのミクスチャーやと思うんですよ、はい、こういうなんか一人で食べる時にいろいろ解説入れていくやつっていうのはまあ孤独のグルメじゃないですか、うん、言ってみたらね。 でえまあ食バトルをすると大体いい先攻でやるのが一、えっと、ーですよねで高校が神野っていう生徒が来るわけですけど、うん、あの、うん、高校が勝つっていうのはもう食漫画とかにはもう絶対的な <laughs> パターンなんで <laughs> 後から出てくるやつが勝つとええー、であとねこれもう一つやっぱり鈴木先生の存在が僕は大きいと思いましたねええー、<木>同じかもしれないですね本当ねあの鈴木先生以降というか の、うん、あのあ絶妙なね生徒たちが全員実は狂ってるっていうね <laughs> <laughs> なんかね全体の問題もいっぱい抱えててで鈴木先生と違うのはそこに全く立ち向かう気がないということですよねただあれですよねあの市原君がやってる先生が狂って踊ってるっていうね <laughs> いややばいですねもうて最初の独学がもう私は給食が大好きだ。<laughs> なぜなら、おふくろが作る飯がまずかったからだって、いやいや、結構、何それ、問題発言してるねみたいなところから。<laughs> いやいや、もう給食のために学校に来ていると言っても過言ではないぐらいだと。誰にも、誰にもこれは秘密にしているって言って、まあ、あの踊りをね、あのこれで徳節中学校で、ね、高校歌が流れ、食べるものが流れて、はいんちゃ、んちゃ踊ってるんですけど誰にも給食を楽しみにしてることをばれないように隠してるって言うんですけど あの演出をどう捉えていいのかさっぱり分かんないですよね。<laughs> でもね、あの。宇治原がやってる先生の心の中の踊りなのか、本当にあんなふうに踊っちゃってるの、生徒がまたなんもって全く反応しないのか、さっぱり分からないですよね。あね少なくとも副担の,あの先生、味噌の先生にはもうバレてると思うんですよね。武田、これは武田,、ね、田レナさんに。第10回の時で <laughs> まで、あ、いよいよね。 あの米が来ると金、うん、<laughs> シャリですよというときに <laughs> あ<の笑>、ね、まあまあちょ,ちょっともうこれ見た人のために言いますけど落ちっちゃいますけど、ね、結局給食が食べれなかったんですよね給食の時間にいなかったからで、うん、給食をあの副担が用意しておいてくれるんですけど、うん、まあ明らかにねこいつらはもう給食好きだよなっていうことが分かってるからですよね <laughs> あれは後半に行くと先生お好きなんですよね <laughs> 何言ってるんですかた<う> <laughs> また給食のを見てるんですかとかっ,って、おおっ,って言って。またね、この時代設定が多分、まあ、本当に俺が食べてた時代のやつですね、これねそうですね、1984年の設定にしてるんですけどね。ちょうど多分俺、同じぐらいのメニュー食べてました。だから結構、うん、あ,あんまり出てる覚えてないけど、あんまり違和感がなかったので出てくるメニューがあった。<ー> <laughs> でも関東結構特有なのはあれですよね、うん、あの給食の前に効果歌うとか関西ではちょっとない風習ですからね。いただきますはやってたかなだけど歌は歌わなかったですね。あこれはやっぱり徳中学特有のものもなんですかねとこぶし中学 <laughs> そうでやたらねあのやや食育にね力を入れてますから <laughs>、うん、食べ物にはねもともと美味しいねご飯を食べればなんかいい。 生活ができるという校長のね、うん、まあというか学校のねそういう理念があってもうだから,からあの校長はおならすることも恥ずかしくないですからねプーって言っても <laughs> ですね。だからですみたいな感じでもうすがすがしくおならしますからなんかいや、ね、なんかねでもね各界各界ねやっぱりおかしいんですけど僕ね一番おかしかったのはあの美術の先生が出てくる、うん、あの写生大会というか なんかあれはね、ちょっと俺、アニメのフルメタルパニックを思い出しました。そうですよね、あ,あの回、やばくないですか。<laughs> あの美術の先生が出て、<laughs> <う>あるがままにって、あのーそう、私はこの二人が苦手だって言って、第三者でね。そそ、ね、そうそうそう な <laughs> なんとなくね、<laughs> 2>, 2人の異様なものを汲み取っている実はね先生がいたっていうね会なんですけどねうん。何か2人にしか分かりえないものがあるんじゃないですかっていうことで推理仕立てでね絵をパッと見せるわけですけど <laughs> こうイッチーはねそれを見て <laughs> さあ一体何のことだか <laughs> って言って <laughs>。<laughs> だけどね最後なんかピンとこないまま泣かせようとしますからね <laughs> いやーすごいですねだからか顔のねまあ要は前にねこう何かし食材パイナップルが見えるとパイナップルがあってこうやって何<う>のこの絵だろうって言って一夜間もあかんないけどあんな給食絡みだと思うけど何かわからないみたいな言ったら、うん、お前は <laughs> 酢豚がねともかく酢豚をもう俺は大人になったから酢豚への疑問は消えたっていうことで美味しくねもうきっちり頂い,いたとしゃらんってやって「パーだ焼きそが違うんだってどうだ?」だって言ってパッて見たら「<laughs> あのな何?」って言ったらパイナップルを残してるんですよね <laughs>。<laughs> <laughs> あれはすごかったですね。神の方向のね神のが あの毎回すごいことをやってくるわけですよ最初のそのそクジラのねタツタアゲの時はまさかねタルみんな,中,みんな中,学中学生ですからね中学生です最初の時はあ,あ,あの クジラの竜、ね、田揚げをコッペパンに挟んでね上からしかもタルタルソースをかけてくるって荒技を披露してきたわけですよ <laughs> でも1位は「まさか!」ってそんなのうまいに決まってるって,言って <laughs> やめろーですからねあの股間の辺りからこのコッペパンが生えてる感じでガブっていきますからバカ <laughs> 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 じゃねえのとったいや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 いつもねこう先生の方を見てニヤって笑うんですよね <laughs> <laughs> いやー楽しい、や楽しソフトソフト面の回とかね最高ですねやばいですねソフト面でくれビシッとねいつもあの、先生決めてるんで俺は大人だから跳ねたりするのは許せないってガ <laughs> ーってあの90度の礼をしてこれうって <laughs> <laughs> でもねもうそんなことよりね体操服を着て挑む神野の姿ですよねズんということだーって <laughs> 俺はーって 俺はそんな細かいことにとらわれていた。完璧だったはずなのに、シャツの下の方に跳ねてるんですよ。<laughs> いやー、でね、こう洗いに行ってる時にね、神のが、こう、まあ、言ったら。あれね、なんか、こう、将棋のね、後みたいな感じがするんですよ。毎回二人の会話がね。<laughs> <laughs> 戦がね、終わった後にね、こう、二人で、どうでした、こうでしたみたいなね。だんだん、だんだん,なんな、あのほら、信頼関係に変わっていくじゃないですか。 そうそうそうなんだこの俺の心に生まれたこの感情はみたいな <laughs>。<laughs> いや見てる俺たちとしてはわかるけどわかんないよってい, <laughs> <laughs> いや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 ほらその,その神野の,のことを好きになる女が出てくるじゃないですか。ずっとねねパンを、ね こうずっっと持っててねコッペパンを今日切られたから、まあ、いつでも食べてもらっていいようにって言ってずっ机の中にねストック入れてて、まあ、それはそれで問題なんですけど一、まあ、はそんなことは気にしてないんで <laughs> あ<の> <laughs> スルーされるわけですけどそうかって言ってそれでおしまいですからねまあともかく学校の悩みとかつらみはね一切気にしてないですからね <laughs> いやんか鈴木先生みたいなそういう生徒の悩みを巡ってって何か ね、全問答みたいなのがあるかと思ったらありませんからねいやー <laughs> ないんですけど確実に問題は起こってるんですよで <laughs> 問題は起こってるんですけどスルーをすることによってなぜか生徒たちもその先生の姿勢に何かちゃんと共鳴して動けているっていうのがすごいそれはそれでね今うまくいってるからいいんじゃないかって実利主義的なところがねそうですね 水槽学部の会最高じゃなかったですかなんかややばいですねで<も>これはこれでいい下手で下手でそれで先生たまにもうちゃんとちゃんとビシッって言ってくださいよって,ってお前らは服のが楽しいんだなって言ったらうわっはっはってみんな笑いますからねなんか <laughs> あうま<れ>くなることじゃなくてこうやってみんなで集まって服が好きなんだみたいな <laughs> いやーやばいですよもう 何のあれを持ってきても面白いですからねただ初恋の初恋のっていうか、まあ、その恋の話になった時にさすがにねアルコールランプを持ち込んだことによって <laughs> 正直引くわってなってもう分かんないって <laughs> だけど彼も辛そうなこんなことまでしたくなかったんだけどそうそうそういろんな可能性を模索したんやけどって。 結局、チーズフォンドゥをやらざるを得なかったっていうね。を、あの回まで見て我々われは分かるわけですよ。もう分かりますねここ。それはやりすぎだろうと思ったけど、どうしてもこの給食というのを食べたいっていうね。そうですね、まあ、そこは曲げられなくやったんですけどね、でうん、いくらなんでもそれは注意に値するって言おうとするんですけど、<laughs> いや、待てと、<laughs> 彼は給食を楽しんでいないと。<laughs> でもね、あくまでも楽しもうという、い最後の最後まで諦めなかった、自分はね、あのカレーシチューがひっくり返ったときに諦めましたからね。<laughs> うわーって <laughs> <laughs> 膝を落としてね、泣き叫んでましたからね、1位が。いやいや、小杉さん、市原氏は。 おこんな化け物にいつの間に育て上げてたんですか <laughs> いやわからないですねもともと化け物だと思ったんですけどいやあのや業界の誰もが彼はやばいなっていうのはなんか初期の頃に気づいてたのか何なのか知らないですけどかなりやっぱり優遇されてましたよねそうそ、ね、う。主役級の役柄がまあともかく多かったですしでもね<分>当たんないんですよねなんかずっと そそろそろ来ますね彼は、うん、だからそうルーキーズっていうので多分僕は初めて当てたんやと思うんですよ、うん、ああまあね認知度としてはねそうでもそれってもうキャリア10年近くやって初めてのことじゃないですか、うん、だからそれってすごいなーっていうふうに僕はちょっとでもほらずーっと主役の機会は与えられ続けてるわけですようんねすごいですよだから現場ですごい愛されてるんですよ多分いやだからあの今回のあの切れた演技 見てしまうとちょっと僕これを見た人はこんなのも見てます「侍先生」とか下に出てくるんですけど <laughs> やばいなぁ俺いや侍先生とかドッグポリスはおすすめですよそうですかドッグポリスも見れるんですか見れますか,か僕ね今おすすめ出てきたのは侍先生とえー、っと勝風太郎あ勝風太郎も北山さんは多分いける口だと思いますよあマジですか すすそれはのウォータームーン的にですかあのね、あのわ見てて分かったんですけど、彼はね、はい、俺たちの金銭に触れる男たちの全部いいとこ取りした、まあこのあと話すであろうゾンビ特急地獄機の,あの宇宙人に通じるものがあります、ね。物 <laughs> をもの全部拾い集めて <laughs> あ、もう全部吸収してくるんだ。全部吸収して彼は来てる。まあ、長渕剛。あ<ー>ね あと、高橋克典さんの顔立ち。ああ、ほんとだ、ねこれ来てます。あと、た、あ、く、のー、さんのこのねちょっとやんちゃなところで少しやるぞっていう。<laughs> あ、そこですら吸収してました。いろ,いろんなものですよ、ほ僕ね、正直そのネガティブハッピートに対して、とか高島兄弟ですね。あ、そこにも通じるで。彼らってすごいんですと、やっぱこうやって。 どやーって出た後に、まあ、中渕さんはね、結構、あのトンボとかずっと持ってきますけど、ちょっと、はい、んうん、これ以上はもうちょっと、トゥーマッチですっていうことをやるじゃないですか、かや,りすやります、やります。高島兄弟は、ところどころで行くと最高に盛り上がるんですけど、ずっと出てくると、勘弁してください,い <laughs> トゥーマッチですよね <laughs> 高橋さんはやっぱりかっこいいんですけど、やっぱりちょっと、えー、ああいうこっちへ、なんか画面から出てくるものがちょっとやっぱり控えてるのか、なんかあんまり来ないじゃないですか。うんな 今挙げた男たちの何かを全部もう集まってるのが一番楽でしかももうね今あのアマゾンオリジナルでまたね京都舞台して恋愛ものドラマもちょっと今途中まで見てるんですけど体が極道大戦争の時にぶわーってってむちゃくちゃ映画本当面白くないんですけどあのねちょっと男でもちょっとポワーッとする感じのあれがありますよね, <laughs> ねマジですかいやあのマッチョで こうやって、あんな男気見してでねやっぱなんかちょっとあの保護的な感じでお前のを愛してるってあの目で言われたらちょっと一瞬考えますよねだからね彼女性だったらもうもうあのいやこういうのいいんでって人いるかもしれないいやいやあれはそうそう断れないですよ彼みたいな感じのいやーいや僕はねほんとね 何がこの化け物を作り出したのかなっていういや初期の時にだから感じなかったんですよ僕だから僕たちと駐在さんの700日戦争とかあ,、ね、あれはね映画自体もちょっと話題になったけどいやひどいねうん、うん、とかだからさっきちょっと言って被っちゃいましたけどそのネガティブハッピーチェインソーエッジとかあ<ー>あ,あの辺の時期にすごくこう市原 ししというかそうそう神様のパズルもありましたよね <laughs> だからああいうのでどん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 押してるんやけどうんまあなんかいい役者だと思うんやけどあ,あんまりあのこれ以上深くつくもんやけど無限の住人のやたらと空元気だけどパーンって爆発するキャラクターとかね <laughs> <laughs> はいだからなんか目を引くんだけど使い道がなんかよくわからないって感じだったん、ね、そうか使い道がわからないからおかしな印象なのか 見てて何か目がぐっとそっち行くんですけどさっぱり周りと温度差が合わないんですよねだから<で>おそらく、うん、そのこの美味しい給食っていうのはもう市原市でないとなし得なかった世界に何か,かよくわかんないこの元気やるぞやるぞっていうのが早に <laughs> 転化できたってのはすごいですよね, <laughs> ねすごいですよね今まではなんかど,どうすればいいの俺たち見てる俺たちどう反応すればいいか、うん、確かに確かに 高島兄ができたりどうやーっつってなんか笑っていいんだみたいなことをずっとやっつけることが、うん、いやーでもすごいびっくりしましたというかこれまあ長らく僕日本のドラマ見てこなかったんですけどいやーなんか化け物まだまだいるなと <laughs> ちょっとやっぱり見ないといやーすごいだから周りがそれでバッと引きずられて引っ張られてるからだからあれですよ神のがね やっぱりこうちょっとニヤッと笑うのに対してリアクションでね <laughs> 神野のこうなんか怖さも際立つわけですよ。な <laughs> <laughs>、ね、かなかね合わせられないですね市原君の,のエネルギーには。ああい、ね、これぐらい生徒たちがやってなんかこうねオーディションでも多分なんか雰囲気で。 えりすぐった生徒たちがいるんだけど、一応没個性じゃないですか。まあ、うん、まあ、そうですねあ。ところどころね、あの牛乳の蓋集めてる彼とか、すごい面白い。<laughs> やばいやばいやついますよ、ね。<laughs> いや、あのー、<laughs> 僕、すごいこう、チャリとかを改造してて、リーゼントやってるやついたじゃないですか。彼とか、ね、<笑><笑>あいつ、あいつが、最後に、<laughs> なんだって、お前、殴り込みに行くのか。つってああって言った時に。 チャリ乗ってけって <laughs>、かっこよかったですけどね <laughs>、俺たちも助立ちに行こうかって言って <laughs>、いや、大丈夫って言って <laughs>、ただね、米を取り返しに行っただけなんですけどね、えー彼、彼らぐらいになってくると、なんかいい意味で、やっぱ市原ワールドが結構コントロール、そうですね,あのね。美術部の先生とか水橋さんがすごい開演してましたけど、はい、結構バランス取るの難しいんですよね、見てて。 市原君のなんか世界があまりにも強すぎて水橋さんがあそこまで変な開演をしててもちょっとノイズっぽいんですよね <laughs> 合わない感じがあまりにも彼がもうあまりにも場を引っ張ってるからそうでしたっけちょっと行かれた演技がなんかちょっといやそれはちょっと。 世界合わなないいみたいな感じ僕でもあの回一番好きなんですけどねなんか一番謎,謎が <laughs> なんか本当フルメタルパニックやったんで <laughs> 頭おかしい回やなと思って <laughs> みんなの出来上がったよ見てくださいって言ったら全員の絵がおかしいんですよ <laughs> <laughs> どうなってんのこの学校ってい,いかみたいな いやだからドッグポリスとかね、うん、見てほしいですね、はいまあど。そんな感じで、ね、ぜひおいしい朝食、見てみてください。この話ではね、はい、知らない人が見たらさっぱりやと思うんですけど、まあ、ともかく、一やべえなということで、いや最高のです、ねままあ、ちょっとノイジーズでは追っかけたいなというふうに感じました。はいはい、ということで、ドンパキさん、ありがとうございま,ざいました。